ボリューム絞った状態で。今日はボリュームソファについてご紹介しようと思います。ご紹介したいセクションはここですね。ここはですね、どうやってるかと言いますと、ボリュームに手を置いてですね、今、弾いてるんですよ、弾いてるだけなんですけども、それを左手だけでこうトンと押さえてですね、ボリュームを上げる。ボリューム絞った状態で、タッピングをしてゼロの状態からさっとボリューム上げる。短い音階だとせわしない作業になるんですけども、ポイントとしてね、さっと上げることですね。ゼロから5ぐらいまで一気に上げると、5ぐらいから あんまり上げなくても大丈夫なんですよね。これ分かりますかね、このぐらいに引っ掛けるんですよね。グッと先っちょだけ引っ掛けるとあんまり動かないので、もう手をこうグッと回り込ませるぐらいにするといいと思います。で、フェンダーのストラットキャスターをお使いの方はですね、フェンダーじゃなくてもいいんですけど、ストラットキャスターをお使いの方はここにあるので、ピッキングしながらこの奏法できるんですけども、私はですね、ボリュームをこんなところにつけてますので、ピッキングしながらは届かないんですね。なのでタッピングしながら足からやってます。ボリューム奏法で音が鳴り始めるまで時間があるので、ビートの上で音を抑えたら遅いんですよね。ワンツースリーフォーうんと抑えてやるとちょっと遅れちゃうので、ワンツースリーフォーぐらいで、4の裏ぐらいで音を出して、そこからお客様が聞いてる音、実際出る音っていうのをビートに合わせるっていう風な工夫が必要です。遅れてるところがいいって考える方もいらっしゃるんですけど、それはお好みで。もし何かわからないことがありましたら、トータルギターメソッドの質問するところはお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。懐かしいね、これ。ここだけわざとしない、このスライドの音出したいんでね。